火山性地震が増えている神奈川県箱根山で今朝早く震度1の地震を2度観測しました。地震の規模を示すマグニチュードも大きくなっていて気象庁が警戒を強めています。気象庁によりますと午前6時22分ごろ箱根町湯本で震度1マグニチュード2.0の地震がありました。およそ30分後にも同じ場所で震度1 マグニチュード2.4を観測しました。箱根山では先月以降火山性地震が増えていますが、マグニチュード2.0を超えたのは初めてです。揺れましたね。7時ごかなが一番出た自分は分かったのは一応3回だけど。現在箱根山の噴火警戒レベルは1で平常のままですが。 気象庁はマグニチュード2.0を超える地震が1日10回以上になれば警戒レベルを引き上げるとしています。大枠谷周辺では3体膨張も確認されていて警戒を強めています。